女性だけで情報セキュリティについて学ぶイベントが29日東京都内で開かれました。これは情報セキュリティに興味を持つ女性を増やすとともに業界で働く女性の交流の場にしようと行われたもので、およそ80人が参加しました。現在その情報セキュリティ技術に興味がある、もしくはなんか今学んでいる、もしくは今仕事とかで携わっている人たちの女性のため の、 そのコミュニティ作りを目的としております。参加者はもちろん講師やスタッフも全員女性です。イベントでは午前中に初心者でも分かりやすい講義が行われ、午後からはセキュリティ女子たちがグループになって不正な通信の検索や削除したファイルの復元など課題に挑戦しました。すごく内容が充実していて盛りだくさんのことを学ぶことができてすごくありがたかったです。今後セキュリティの人材不足に女性がもっと参加してくれる方がきっと解消されるんじゃないかなって感じました。